元モーニング娘。でタレントの矢口真里38が11日 YouTube チャンネル矢口真里と手島優乃やグテージチャンネルを通じて第二子妊娠を発表した。矢口は記者の皆さん、ご視聴してくれている皆さん、私矢口真里第二子を授かりましたと報告。今もすくすくと育ってくれていますと明かし、生まれるのは今年中ですね、秋ぐらいの出産となりますと伝えた。今後は体に気をつけて、まだコロナの時期でもありますので、その辺も踏まえて頑張って乗り越えて元気な赤ちゃんを産みたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしますとメッセージした。その後、相方手島優38にも報告。手島はうわぁと驚きつつも、拍手でおめでとうございますと祝福。マジキャーと叫び、泣いちゃう、嬉しいよと家族のように矢口の妊娠を喜んでいた。矢口は2018年3月に元モデルの男性と約4年の交際を経て再婚。19年4月に第一子妊娠を発表し、同年8月に第一子男児を出産した。